やっちゃうよ、ライクジョンです。ということで、今日もやっていくんですけどね、まあね、体調の方も回復しつつ、まあね、もうあんま咳とかね、前みたいにズルズルしなくなったんで、まあちゃんとやっていけるかなと思います。ということで、やっぱね、あと、そう、前も言ったんだけどね、やっぱ俺がそのつもりなくてもちょっとね、やっぱ元気ない風に見えちゃったりするって声をね、いただいたので、もうちょっとね、元気出してね、意識していけたらなと思ってます。ということで、いきます。とりあえず、まあね、ドンと展開いったんですよ、私。まあ72で、デッキはこのデッキペッカーですね。まあ、ゼロニキが言ってたのを見てパクってやったらサクって上がったんで、もともとこのデッキはあのね、ミカさん、あ、てかまず海外でなんか使われててめっちゃ無双してたんですよ、このデッキで。で、ミカさんが最後 KK にあのクララリーグで使ったんですけど負けちゃったデッキで、で、まあ、このデッキ普通にゼロニキが展開してたんで、あ、俺もデッキに困ってたんでね、多いかなっつって今日の昼ミラテビやりながらこうやってやってたらサクサク上がって展開いっちゃったんで、まあね、解説できればなと思います。ということで、4本解説するんで1本目いきましょう。これペッカーですね。で、このデッキとりあえず初手切れるカードは、ロリババか、なんだろう、ゴーストかな。うん、まあでもロリババが結構一番パイかな。その2コストで相手ユニットを絶対切らせることを、相手ユニットまたは呪文を切らせることができるので、しかもゴーストと違って初手で金起動されたりしないんでお得ですね、だいぶ。これきつかったな、初っ端からポマエみたいな感じでしたけど、まあ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  AY な感じで仕上がっていって、よいしょよいしょよいしょと、まあこんな感じですね。ガイーンつってちゃんと入っていって、これね、範囲で殴られちゃってね、ちょっと痛かったですね。で、このデッキは普通に言うのが飛んでくるか来ないか来たね。まあこの位置ギリギリのところに出してまして全部防いでいって、でこのデッキ強いのはまずあれなんですよ、エレキ、ホバー、マジアチャって、そのなんだろう、長距離、遠距離ユニット、レンジキャラ、いわゆるレンジキャラが3体いるんですよね。呪文に弱いんですけど、その遠くから殴れるキャラが3体いるので、なんだろう、今時のスキャラとかにも割と強くて、あのベビドラとかもね、外から殴れたりできるんですよ。そう。で、あと、やっぱたまにいるババ小屋にも強い。で、ゴーストもちゃんといるんで、なんだろう、ロイホドにも強いですね。そうで、しかもこの遠距離ユニット真ん中に置いたら両サイドを攻撃してカウンターできるんで、ロイホドとか結構どれかしらの、まあ、手札にマジアチャとホバとエレキがないってことは、まずです、ね、その3枚がないってことはないんで、どれかしらを今のエレキみたいな位置真ん中に置いてって感じで両サイド防衛もできるんでね。でこれガゴーが来ると思って先に先読みのマジアチャ出してがっぽり削っていきますと、はい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 と。このノアエムセイって人は、あれですね、ブレンの、まあまあまあ、上手い人ですね。そう。で、この人、ペッカーでめっちゃ上の方が合ってて、で、降りてきてちょうど俺とマッチングしたんで、まあ、芝居太郎かみたいな感じで当たりましたね。まあ、とりあえずこれで、タルマはこれが強いですね。もう転がして後ろのユニットをしばけるんで、これが強い。ここはまず俺は焦らずに普通に後ろからポイズン切らしてから、後ろからそのこうやって遠距離ユニットを展開してやればね、ほぼ負けはしないんで、よいしょ、これちょっと危なかったですね。よいしょ、タルマを転がしてってぶっ転がしてって、これで防衛できて、まあドンと、まあ、これでね、よいしょ。で、まあ、ジャチャでぶち貫いていって、で、まあ、よいしょと、最後貫いて、GG と。マジアチャがマジで強い。分かってても止めらんないんですよね。これが強い。で、まず、ペッカにも勝てると。で、これがクロス。まあ、クロスはね、結構、なんだろう、練習したっすね。あ、まず、他のペッカ使ってる時に、俺はクロスに対する立ち回りを、マジで本当に、三河さんに一日中クロス使ってもらって、ずっと俺がペッカで本当一日100戦ぐらいやってたんで、それでクロスに対する立ち回りは身につけたっすね。とりあえず、後ろからじゃんじゃんこうやってユニットを切っていって、とりあえず後ろから切るんですよ。で、クロスが来たら、
ベッカで受ける、下から。俺は下からですね。始まり出す人もいるけど俺は下からですね。でホバ出す、でここにファイボーが飛んでくる、橋渡る寸前でこうやって丸太とか乗り場を転がすと、まあ、これ今回はないときたんですけど、だいたいスケかアイスピが来るんで、それを引き殺しながらクロスにダメージを入れられるっていうのが強いですね。もうクロスこれさ、もうほんとこんなミリ残りでやばいですよね。4分の1削るんですよ。やばくないですか普通に。まあ下方はよって感じですね。とりあえずゴーストで、これやっぱクロスってこういうデッキに対してはナイトとかアイゴレ、そういう縦ユニットを切った瞬間にゴーストを出すとあれなんですよ。ゴーストはね、受けれないんですよ。単純にこうやって手札回して、そのナイトをねつけないとっつって、てへつけないとっつって、てへなんで、まあ、こうやってペッカで受けていって、でこうね適当に歩いたエレキがこれバーンと倒して、まだ転がします。橋を渡る寸前、ここで転がすと、で相手が今スケを出してたとしても絶対にこの引き殺せてたんで、でここなんですよ。ここなんでホバ足したかっていうと、相手が単純にこのなんだろう、ババも残ってて、でスケアイスピ切ったんでナイトを切らなきゃいけないですよね。そのナイトかアーチャーを切らなきゃいけなくて、それがテスラなんですけど、エリが足んないですよ。単純に小物2つがないと防衛できなくて、で相手がババを殺さないとってファイブ打ったら、まあコバに普通に範囲的に当たんなくて、ミスったとかではなく、これはもう防ぎようがなかったですね。でジジイって感じで、これでまああとはさーっと守っていって、ここからまああとがユニットをケツから切ってペックこうやって出して攻撃しつつ、まあ諦めさせるみたいなね感じなんで、まあジジイですね。これでメンタルブレイクさせましたね。よいしょ。そうですね、まあとりあえずペッカを絶対切らない、攻撃に切らないようにして、後ろからユニットを切って、でそのナイトとかアイゴレを切った瞬間に逆線ゴーストとか投げつつ切って、まあって感じですね。で次は、スケラこれはマジで全部展開付近で取った、これは展開かな、わかんないけど、めっちゃ相手が上手いやつなんで結構参考になるかなとは思いますね。シェイシェイまだ咳してますね普通に。さあせん、とりあえずロリババ、これポイズンか。ロリババ切る前に墓石が来たんでポイズン、でアイスウィズが来てホバーをぶん投げると、ボンでポイズン切ってくるな。でケツからエレキかな。でこれトルネ持ちの相手にエレキとかゴーストを単体で切ると絶対にあれなんですよ。そうキング起動されちゃうんで、絶対単体では生かしちゃダメですね。単体では生かしちゃダメあるある。でこれタルババをぶっ転がしてって、とりあえずこの敵陣でまあまあ待っとけよお前はみたいな感じで建物にして、まあまあステイですね。ステイこれ結構ね渋かったんですよね。ベビドラがね、やっぱりトルネベビドラスケラが終盤2倍入ってからのトルネベビドラスケラが止まんなくて、クソほど鬱陶しいんですよね。アイスウィズが出たのを確認してからちゃんとゴースト、そのアイスウィズが出る前にゴーストやると、こうやって適当にソラユニット切られてトルネで座れちゃうんでね、もう本当に何だろう、ダメージ与えずにトルネで座れたらほぼ負け確定なんで、これ食らわないようにエリキ出してタワーで受けてカウンターっすね。ここでボンで墓石対策のマジアチャ、これマイティうまくてね、防衛が本当にめちゃうまくないですかこれ、やばいっすよね普通に。あうまいって言っちゃったもん普通に、隣で見てたテンちゃんもあうまいって言ってた。でこれで相手はなんか土地狂ったスケルってきたんで、まあ、とりあえずポイズン防衛して、まあ、手札回しかな多分、受けつペッカかな確か。そう相手がこうやって攻撃のユニットを切った瞬間にケツペッカであれですね、組み立てるって感じのが割と AY ですね。でこれでとりあえず出すんですけど、普通にねきついんですよね。
なんかね、きつい。よいしょつって、やんだけど、全然、ポースト、イタルババ切って、ペッカが普通に溶けちゃうんですよね。マジで強くね、こいつらと思って。あー、で、このペッカちょっと悪手でしたね。悪手。それは悪手だろうって。レトロ会長も言ってそうなんですけど、でこれとりあえず4コースでポイズン打っていって、まあって感じで、ここでベビドラ殺せてなかったら、もうトルネでキング、なんだろう、ペッカをタワーにトルネで吸われて、背後撃でバシバシ入れられて死んでたんで、で、ここ、あの墓石をね、甘えた位置に出したんで、タルババぶっ転がして、はいと、転がしてねえな、まだ。でコバやって、相手がもうミスしたんで、これでバーンって出して、バジャチャ4入りで出して、もう貫き放題ですね。こっからはもう出すだけタイム。相手が1個甘えた行動したら、工場コバで、しばいていけば、ベビドラが来てもコバで殴れるし、なんだろう、リクユニット、ムートとかが来てもコバで全部殴れるんで、工場コバが結構おすすめですね。で、これ2襟でぶっ転がしてって、もう止まんねえだろ、お前ってことで、はい、ジジイと。相手が甘えた瞬間にもう、ガン攻めっすね、こういう。工場ホバが割と強いです、この遅延系に対しては。あの枯渇とかに対しても、あの工場ホバが強くて、やっぱホバをね、殺しに行った相手はベビドラしかいなくて、そういう時にぶん投げると結構いいですね。ということで、最後、バルフリ。よいしょ。このデッキマジでマルチで多くて、グラチャリではいるか分かんないんですけど、ちょっと増えてると思いますね、グラチャリでも。多少はね、多少は。なんで、ちょっと立ち回りというか、注意するところぐらいは、覚えておいた方がいいですね、多分。でこれでロリババで相手の様子を伺っていって、アイスウィズで出してきたユニットに対してマジアチャかな。ディディーン、ふ、1、2、3、4、4発であれですかね、なんだろう、560か、すごいよな、普通にやばいですよね、560ってシンプルに。でこれで絶対トルネする構えだったんで、ホバでエレキを延命しつつ、タルババぶっ転がして、ドンとホバを延命して、ここで刺していきます。まあ、ここでね、絶対起動されるときは相手の方がエリが絶対少なくなるんで、無駄に3エリ使うんでね、そこで、2000まで削れたんで、これはめちゃくちゃ大きいですね。でもマジでなんだろう、ランバーバルフリって一発で全部タワー持っていくんで、でこの日記はトルネもなければ、建物もないんですよ。なんで本当に注意しなきゃいけないですね、ユニットの出し方。これやったな、普通に。でこれで、ここで大事なのが、今のはエレキをね、相手がフリーズないなら今のはエレキ出して、そのランバーとバルーン一緒に防衛でいいんですよ。なんですけど、ここにエレキ出すと、ゴーストの今の位置にエレキを出すと、タワーでフリーズを巻き込まれちゃうんですよね。なんで、エレキは絶対にこのデッキの中でも、コバ、マジアチャ、エレキってあって、空に対しての火力がダントツで高いんで、エレキは。なんで、絶対にタワーとその一緒にフリーズかけられる位置に立てちゃダメですね。この位置。もう一マス下でもいいですけど、こうやったらここにフリーズかけるしかなくて、タワーにやるんで、こうやって一発で済むんですよね。二発か。でも本当にこれタワーと一緒にかけられてたら全部持ってかれてるんで、今のも。でこれでホバ追いたきして、まあ相手が襟なくて守れないから捨てって感じですね。そんな感じ で相手が左にユニット出してきそうな顔してたんで、右に工場を後ろから流していくと。あんまり左攻めさせたくなくて、理由はこの、結局相手は穴掘りみたいにちまちま削るんじゃなくて、バルーンで一気に来なきゃいけないんですよ。で、相手はしかもフリーズ打たないと通らないんで、この3600のタワーは、本気出せば相手は一発で落とせるんですよ、正直。こうやって後ろからアイスウィザーして、前にバルキリー、その、なんだろう、ランバーでバルーン出してフリーズかけちゃえば一発で持っていけるんですね。なんで、本当は俺は373の方を攻めさせたいんで、こっちに火力を出して、なんだろう、過剰防衛をさせてね、霊力で抑えていくと、ちゃんとこの2つのユニットも、フリーズにかけられない位置に出すのがポイントですね。で、これ、メガゴ切ったんで、はいと。で、これ、ホバー延命ですね。工場出して、延命。
これが相手絶対うざいんですよ。ここにホバがいるだけで相手は絶対バルーン出せないんで、ホバを処理してからじゃないとバルーン出せないんですよね。よいしょ、ゴースト出して、まあ、マジャチャ出して、でこれで相手はバルーン出してくるんで、どっちも落としてないんでね。でここでエレキ出して、ホバ出して、もう絶対にどこにかけてもフリーズがかからないようにかけて、ギリギリでここで守って爆入るかな、入るかなと思ったけど、入るなーいって感じで GG ですね。って感じでエレキは絶対にタワーにもユニットにもフリーズかからない位置に出すのと、で他のユニットはあのユニットとユニットで巻き込まれない、タワーとユニットはいいんで、ユニットとユニットで巻き込まれないように今みたいにこの三角形を描く感じで出してあげると、結構フリーズには、あのしかもフリーズ打たれたとて2点でいって動きながらいけるんで、カウンターをバチコリ決められるんですよね、さっきみたいに。なんで割とおすすめですねって感じですね。バルフリはとりあえずバルフリが多いんでこんな感じで、ペッカは割とフリーズに、建物とトルネがないんでフリーズに弱いんですよ。なんでこうやってユニットの出す位置をちゃんと気をつけないと勝てないけど、まあ気をつければ勝てるって感じなんで、ぜひ真似してみてください。ということで今日はね、展開リープ解説になったんですけど、今日はね、まあ、この辺でお疲れかな。まああとね、昨日クラコロで、ドズさんとボンさんと結構ね面白い動画を撮ったんで、ぜひその辺もね、まあ、この動画出る前にもう出ちゃってるかもしれないですけど、まあ、出てなかったらねちょっと楽しみにしててください。ということで今日はこの辺で、バイバイ。